こんばんは。3月31日、今日で平成22年度も終わりますね。木曜日、午後10時30分を回りました。4号品後の夜、今日は第143回、今日で終わるもの、終わらないものというタイトルで、お話をしたいと思います。まあ本当、さっき言いましたように、平成22年度も、まあ今日で終わりなんですが、私、アンポンタンで、昨日気づいたんですね。あ、もしかして、もう終わるんだろうね。どうしよう。ということで、宮崎市のホームページで確認をしました。で、弟にもすぐ C メールで、連絡をしたんですけど、彼は俺には関係ないというようなことを言っておりましたが、僕よりも早く市役所に行って手続きを終えてました。何かというと、紹介しましょうか。何が今日で終わるのかというと、これですね。見えますか？ちょっとあまり個人情報があるから。まあいいか、僕の場合には。住民基本台帳カード。いわゆる、住基ネットカードの、無料交付が今日で終わるんですね。うわぁ。ちょっと待った。どこに行った？印鑑証明カード、印鑑登録カードを持ってる方は、まあ無料で、この住基ネットカードに、交付、交換しますよ、ということで、明日からも、その交付は行うんですけど、明日行くと500円手数料かかっちゃいます。まあ無駄なお金ですからね。まあ今日行ったんですけど、なんでこれまでずっと住基ネットカードの申請をしなかったかっていうと、まあね、いろいろと、住基ネットカードに関しては、いろんな問題があったわけで、一応僕も、ちょっとだけ抵抗したんですけど、やっぱり、まあ、せこいですよね。500円で行くっていうのもね。まあ、ちょっと、はい、500円のために行ったんですけど、まあ、この住基ネットカードは、そう使うことはないだろうな、というふうに思ってます。で、僕と似たような人って結構いっぱいいらっしゃいました。僕のように住基ネットカードにちょっと反対してた人間ばかりじゃなく、普通の一般の方、意外とね、高齢者の方が多かったですね。結構ね、周知期間というか、何年？ 5 年か6年ぐらいあったんですか？ね。で、まあ、うちの親父は4年前にこのカードを作ったんですけどね。今日はね、市役所の待合室、ちょうど年度末で、転入転出の書類を出す方、ね、若い方、学生さんとかね、あとサラリーマンとか、それに混じって、市民課の方では、住基ネットカードを登録申請する方で、もうすごい、ごった返しておりました。1時間ぐらい待ったんですかね。で、僕は当然運転免許証を持っているんで、本当はこの住基カード、写真なしでもよかったんですね。だけど、市の方が無料でこの写真も入れますよということを言ってましたんで、ああ、だったら、写真入りでお願いしますということで、カードを作りました。もうカード発行はね、早かったんですよ。暗証番号を決めて、10分？ 5 分？で発行は終わったんですけど、待ち時間がね、結構長かったです。はい。ですんで、あ、今日うっかりした方は、明日から500円で、住基ネットカードに交換できますんで、
ただ、印鑑証明カードは、今日でも使えませんからね。その住基ネットカードいらないと。印鑑証明カードを持ってるからいいっていうことであっても、もう今日でも印鑑登録カードは失効しますんで、どっちみち500円を払わないといけないということになります。はい。で、今日で終わるもの。終わらないものっていうのも、まあ、ありますけどね。今日、3月の今月の上旬にも、ちょっと、堀切峠に向かったんですね。何かというと、去年の10月の下旬、堀切峠近くの海岸に、砂利浚渫船という大きな砂利を扱う船が、座礁しました。で、昨年、何度か、離礁作業とかね、行っておりまして、今年1月にも、離礁作業に向けてのいろんな、検証というか作業が行われていて、サルベージ会社が判断したのが、もう現場で、その船を解体しようということで動いてるようですが、今日も行きました。写真紹介しましょうか。どっちだこれ？これかな？はい。ちょっと写真、携帯のデジカメなんで、小さいんですけど、ど真ん中にいるのが、座礁した砂利浚渫船。ちょうど堀切峠の左側、ちょっと奥の方に見えるんですけど、まだいました。で、もうね、今春休みで、まあ、春の観光シーズン始まってるんですけど、まあ、堀切峠という観光地に、まあ、こういったのというか、まあ、座礁した船がいるんでね。2年ぐらい前も、反対側、あそこなんだ。内海港、港の北側の方に、大きなクレーン台船っていうのかな？を積んだ船が座礁したんですけどね。それはなんとか夏の観光シーズンの前に離礁作業が終わったんですけど、今回はね、結構長引いていますね。堀切峠は観光地なんですが、そんなに人はいません。僕が行った、午後1時半ぐらい、お昼過ぎは、私と、あとバイクの方と、まあ、2、3人しかいませんでしたね。やはり、この近辺での観光地というと、ここですよね。ドンと。はい、今名前が変わって、道の駅、フェニックスというふうに名前になってるんですけど、まあ、そこに、まあ、展望台があって、日向灘の、海の様子を眺めることができます。まあ、一番身近な、まあ、僕の、癒しスポットというかね、こういった海の自然の広大な風景を見ると、癒されるなーっていう感じがしております。まあ、春休みということで、まあ結構観光の方がいらっしゃいました。で、この展望台の左側ですかね。左側の奥の方に、さっき言った浚渫船が見えるんですけど、まあこのテラスがあるんですが、テラスで、写真を撮る分に関しては、映り込みません。ですんで、あまりね、座礁してる船が、観光地の中にあって、写真とか撮るときに邪魔になるというようなことはございませんけど、先ほど僕 YouTube の方に、この浚渫船と、道の駅フェニックスに関する、動画をアップしてますんで、どうぞそちらもご覧ください。私がね、気に入ってるっていうのはね、その隣にも、結構長いテラスがあるんですけど、これですね。
こっちの方がね、気に入ってるんですよ。車を降りて、横断歩道を渡ってすぐのテラスは結構人が多いんですね。その右側にも広いテラスがあるんですが、そこはあまり人がいないので、まあ、ここで一人でぼーっと海を見ることがあります。空と海が見えるテラスで、なんかね、非常にいいですよ。あと、私のおすすめというのがあるんですが、ここですね。波の音が聞こえるベンチです。まあ、このベンチに座って波の音を聞いたり、空や海を見るっていう人はあまりいませんね。どっちかというと、周りの芝生の上に、レジャーシートを敷いて、座って遊んでいるという、若い家族連れが結構いらっしゃいますね。ベンチがあるのに、まあ、ベンチに座るっていうよりも、やはり自然がいっぱいあるのでね、まあ、天然の芝生の上に座った方がいいのかなという感じかな。でも、ここね、波の音が聞こえてですね、非常にいいですね。しかも今日は暑いくらいの良い天気で、まあ、絶好の観光日和というか、良かったですよ。まあ普通、海を見るっていうのは、先ほどのテラスからこのような感じで、見えるのが普通なんですけど、ちょっともっとお時間があったら、もっと違う風景が見えます。そうですね。ちょっとした、小高い山なのかな？丘があるんで、そこに展望台というか、階段が、ずっと伸びているので、その階段ずっと上がっていくと、海寄りの、見晴らしのいい小高い丘に行きますんでね。そこから見ると、また、このフェニックスの様子とかね、海の様子とか、あと鬼の洗濯岩とかね、また、日向灘のバーンと広い海がよく見えます。これと座礁した船もよく見えます。ですんでね。まあ、道の駅フェニックスで、あまり山側の方に行くっていう人は少ないんですけど、山の上から海を見るのも良いかと思います。まあ僕は大塚町に住んでいて、まあ割と近いというか、30分、20分、30分ぐらいかな？で行けるので、まあ天気のいい日、気分転換とかによくここに来てます。ここのソフトクリームが美味しいんで、ここの道の駅フェニックスのソフトクリームと、あと一箇所美味しいソフトクリームがあるんですよ。同じ道の駅なんですけど、あれはね、国道269号線で、都城方面に向かう手前に、道の駅山の口ってあるんですが、そこにあるソフトクリームが、貫入所というね、古代の方が食べていた、甘いミルクみたいなものがあって、それをソフトクリームにして売ってるんですね。普通のソフトクリームではないような、でも甘いんですよね。ミルク、なんていう味かちょっと表現はしにくいんですけど、まあ独特の甘さがあって美味しいです。もし山の口方面、都城方面に行く予定がありましたら、道の駅山の口の貫入所というソフトクリームを一度食べてみてください。美味しいです。この道の駅フェニックスのソフトクリームはエビ味があったのかな？エビの味の、ソフトクリームがあったと思います。あと、マンゴーの味も、マンゴーのソフトクリームも
あったと思うんです。まあ僕は一番バニラ普通のやつ。あと一箇所あった。高千穂牧場。高千穂牧場のソフトクリームも美味しいですね。絞ったばかりの牛の乳を使って、濃厚な、味がするんですね。その3箇所かな、美味しいところは。僕としてはね。まあ他にも美味しいところあるよっていう情報があれば、またツイッターとかでよろしくお願いします。まあ割と近場の観光地である堀切峠、道の駅フェニックスに行ってみました。まあこれから、すいません。春休みももう後半に入りますし、まあ4月、5月のゴールデンウィークね。まあ一番いい季節ではあります。まあ自粛モード不謹慎だというようなことも言われてますけどね。西日本が頑張ってどんどん経済を回していかないと、なんか日本全体がね、賃貸ムードになるのも嫌ですしね。まあ、どんどん飲んで食って、経済を回していくということも僕らができることかな、というふうに思ってます。この音メールです。メールの着信音です。と、メールが来てますけど、どなたか。ああ、ちょうど今言った春休みのフェニックスという、動画を、YouTube にアップしたんですけど、その、動画に対するコメントが今入ってました。春休みの道の駅フェニックスに対してコメントが投稿されましたということで、去年の夏、ここ行きましたよ。絶景ですね。っていうコメントが入っております。ありがとうございます。もうね、天気のいい日はね、空と海の境界線っていうのがね、綺麗に見えるし、ここから見る海と、あと一箇所僕の気に入ったところがあるんですけど、県の北部の日向市に、あれ何やったかな、来栖の海ってあるんですね。来栖の海の、ちょっと先、だよね、あそこね。あ、違う違う。来栖の海か。あ、違う違う。来栖の海の、ちょっと先のところに、馬ヶ瀬ってあります。馬のたてがみのように、すごいドッと切り込んだ、とても怖いというか、すごい場所があって、そこの岬の方、海側の方に行くと、地球は丸いんだなーっていうのがわかるように、海がドーンと広がっている場所があります。そこから見る海も、すごい綺麗ですね。ですんで、冬が県北に行った帰りには、天気が良ければ、そこに行って海を眺めてます。はい。ということで、今日で終わらないもの。はい。堀切峠近くの海岸に座礁した、砂利浚渫船。これは年度内での撤収ができませんでした。まあ、いつ頃、離礁作業、解体作業があるのか。全くね、今、地元のマスコミが報道しておりません。もっぱら大震災のニュースと、鳥インフルエンザがやっと収束しました。あと、なんだ、新燃岳、口蹄疫のニュースが中心で、こういったね、ちょっとしたニュースは最近も流れませんね。マスコミって最初はガバッと飛びついて、派手に、報道するんですけど、その後の報道っていうのがない場合が非常に多いですね。ですんで僕ら市民メディアが その後の様子を随時お伝えしているんですけどね。まあ、あとこれプラス映像プラス
あと関係者のインタビューをね、例えばサルベージ会社の担当の方のインタビューとかね、そこまで取れればいいんですけど、まあ、締めメディアレベルで取ったコネがないので、ちょっと難しいんですけどね。だけどこういった映像は撮れる分はどん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 撮っていきたいと思います。はい、今日で平成22年度が終わります。これまで、4個頻後の夜ご視聴ありがとうございました。そして、明日から始まる平成23年度、平成23年度も頑張って毎晩放送していきます。まあ、継続していけば何かいいことがあるかなとは思いますけどね。まあ、ちょっと市民メディアらしく、だとね、いろんな社会問題あたりも取り上げていきたいんですけど、今、社会問題というか、消費者問題で、携帯電話の au さんとちょっとやりとりを、しております。昨日、独立行政法人、国民生活センターの方に、情報を提供しました。まあ、今回の IS04 スマートフォンに対する au さんの対応というのは、非常にひどいものがあると。まあ、ツイッターとかブログを見れば、いろんな方々が、対応のまずさについて訴えてますんでね。まあ、その声を中央の国民生活センターに届けて、改善してほしいなと思っております。まさか何か隠してるというわけではないと思うんですけどね。au と東芝さん、今後も追求していくというか、まあ、僕らユーザーの声を、届けていきたいと。もう泣き寝入りすることなく、ちょっと変えてもらえるところはね、どんどん変えてもらうという動きを行っていきたいと思います。はい。ということで、年度末の4号頻後の夜、今日はちょっと早いんですけど、この付近で放送を終わりにします。また来年度もよろしくお願いします。じゃあ、失礼します。